ゲールでは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、オスナブリュック軍北部のダムトゲマインでベルゼンブリュックを構成する町村である。ゲールでは、アルトラントに位置する。ハーゼ川が、長域の北西部をかすめている。ゲールでは、北ドイツ定地に位置している。ゲールで周辺の地域は主に氷河、河川の堆積物で形成されている。その最上層は、ローム室及び、 砂質の更新予の堆積物からなる。ボーリング調査の結果は、最上層の厚さはおよそ5から7メートルであることを示している。この層の下には、約10メートルの厚さのローム室及び、泥排出の堆積層がある。25から30メートルの深さにある砂質の地層は、地下水の豊かな耐水層を形成している。耐水層の最も浅い箇所は2から6メートルの深さにある。 北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候である。ゲールでの年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。ゲールでは、北はバートベルゲン、西はベルゼンブリュック、南はリーステ、東は、 ノイ・エンキルヒエンフェルデン及びホルドルフと境を接している。ゲールデの町は以下の地区からなるバウエルシャフトゲールデは977年に皇帝オットー2世の文書にガーシーとして初めて記録されている。ドレーレは973年にトレルとしてオットー1世の文書に記述があり、デュスフォルトは百八十年の資料にその名が見られる。1三百九年からヘレが 1350年からクライン・ドレールが資料に登場する。ドルフ・ゲールでは1251年頃に初めて成立した。地名研究家のウドルフ教授は NDR の番組内でゲールでの地名を解読した。最も古い形のガーシーは言語学的にゲルマン語起源であるとわかる。このためゲールで周辺の継続的な定住は 中世初期の民族移動開始時期にあたる。しかし、ベルデンの土地台帳にライアスファーダという表記でゲールデ内の地区が初めて明記されているのは880年である。デュスフォルトは当時北東のレリガウへ向かう修道士の街道の宿場であった。ハーゼ川沿いにあるデュスフォルトでは明らかに早い時代から文明化が進んでおり、 885年から886年にバイキングによる略奪が行われた。バイキングはロングシップで川を遡り、様々な集落を略奪した。例えば885年にはデュースブルクにまで達した。別の軍勢はエムス川とハーゼ川を遡り、目標とする集落を探索し、デュスフォルトにも達したのである。しかしこの集落はこの状態から、 速やかに復興し、この地域の権力的な中心地となった。977年に文献に記録されている、リュスフォルトの領主は、ハーゼ川中流域東岸の地域を領していた。これには、ドレーレ、ゲールでベーデルが含まれた。この書領は非常に重要で、夫大帝自身が973年にこの地を訪れ、ドレーレで文章を作成している。 グロースドレーレーは2013年に祝典を開催し、これを記念した。この町は1000年になる以前に880年、885、6年、973年、977年と4回文書記録が残されている。北西ドイツの農村でこれほど早い時期にこれほど頻繁に記録が残されている町は他にない。 ゲールデのキ組み建築当時この地域は3つの小集落場の農家群があるだけの人口が極めてまばらな土地であった。それぞれの集落の自営農家は6件を超えなかった。やがて現在ランゲ通り沿いの戦没者記念碑が建てられている場所に防衛施設を備えた領主館が建設された。ここに住むリスフォルトの領主のために 領主の私有教会として木組建築の礼拝堂も建てられた。現在のドルフゲールでは教会を含め存在していなかった。ドルフゲールでは1225年以後に成立した。当時領主はすでに乱下通り沿いの領主館に住んでおらず、小川の近くの城塞に移り住んでいた。この小川はせき止められ、堀として機能しただけでなく、水車を駆動するのにも用いられた。 集落が拡大したことを受けて、ディスフォルトの漁師は公共の教会を設立した。現在教会がある場所に木造の建物があった。悪税場と教会を中心に、手工業と商業の集落は発展し、やがてゆっくりと現在のドルフゲールでに成長していった。町の中心は、教会を囲む墓地の縁にあった。これらの小屋は後に、教会の倉庫となった。 現在はさらに家屋となっている。これらは14世紀後半に今度は石造りで建てられた教会の南側にある。ハーゼガー上流のエッフェルン採石場で切り出された教会の石材はおそらく水路を通ってゲールデに運ばれた。1990年代に教会沿いの幅広い堀の構造が明らかとなった。文書で知られていたものに加えて、 もう一つ別の水車があったことも判明した。ゲールデ周辺にはかつて広い範囲に、現在のシュプレーバルトのような水域が広がっていた。他の地域も繰り返し洪水に浸かり、工作地はわずかに高い、島にのみ設けられた。ごく小さな集落だったドルフゲールデには、手工業者や商人が住んでおり、土地は工作されていなかった。このために、ほとんどの農村住民が、土地領主に、 支配されていたのに対し、自由で独立していた。だが、30年戦争の末期以降人口は、急速に増加し、人々は、なや、パン焼き小屋、炭焼き小屋で生活しなければならなくなった。1830年以後、アメリカ合衆国への移住が解禁された。その後の100年間で文字通り数千人の人が、ゲールで周辺から移住した。 現在ゲールでからの移住者の子孫が繰り返し姿を表し、自らのルーツを訪ねていく。ニューヨークにはゲールで出身の移住者多くいた。彼らはここでゲールダークラブやゲールダー射撃協会を設立し、会の中では定置ドイツ語が話された。この街ではほとんどすべての家族がアメリカ合衆国に親戚がいる。アメリカで裕福に、 あるいは極めて裕福になった者もいた。デュスフォルトのシュルテケは1917年に摂取されるまでサンフランシスコの多くの部分を所有していた。故郷に残った人の中にもメキメキ状況を改善していったものがあった。大きく誇らしげな農家が建設され、これらは現在も豊かなアルトラントの観光的な光景を印象付けている。しかし、 こうしたステレオタイプなイメージは、住民の大部分が小さな荒吹きの家に、窮屈な思いで住んでいたという事実を覆い隠すもので、ある。農場の使用人は普通、馬小屋の上に寝室を持っていた。こうした状況は20世紀前半になって、やっと徐々に収束していったが、1945年以後、難民や放築された人々の波が、ゲールデンに達し、 今日ではほとんど考えられないような住環境となった。難民たちは戦争捕虜や強制労働者たちの仕事を引き継ぎ、多くが農業に従事した。ユダヤ人はゲールデにはほとんどいなかった。家畜省のペルスは環境が逼迫する中、家族とともにアムステルダムに移住した。ここでペレスケはアンネ・フランクの隣人となり、このためこの家族は コロコーストの無名の犠牲者と一線を隠すこととなった。ゲールでは、アルトラント全体はそうであったように、早くからナチスに占領された。表だった抵抗運動は知られていない。特に教師たちはナチスに忠実で、住民の教家に寄与した。それでもトベルベック家のように敵国の放送を聞き、ゲールでで危機を訴えた者もいた。戸籍役場の役人だったトベルベックは、 勇敢にも危機的状況の数人をアーリア系の祖母を持つとして救った。イギリス軍が進軍してくる直前、水車小屋で街のすべての記録が SS の兵士によって焼却された。1945年以後にイギリス軍の再教育機関を受講したゲールで住民はわずか数人だけであった。経済復興が始まるとゲールででも工業中心の急速な変化が起こった。 これにより、農業分野に機械化と合理化の圧力がかかるようになった。成長か消失かというスローガンが叫ばれた。ゲールででもこうしたプロセスを切り抜けられたのはわずかに数軒の農家だけであった。村の多くの小さな会社も解散せざるを得なかった。成長してきた教会の村の周辺は、無人となってしまった。1 9 7二年七月一日にグロースドレーレ、ヘレ。 クラインドレーレ及びリスフォルトがこの町に合併した。以下の表は、各年の12月31日時点での、長域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は、 1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。この町の教会はもともとアンクムに属していた。13世紀の初めに礼拝堂が建設され、アンクムの助人司祭が管轄していた。この保護権はベルゼンブリュック修道院によって廃止されるまで続き、修道院の後は領主に移された。 オスナブリュック司教領の宗教的支配関係の停止を定めた1650年のカピチャレイシをパーペッチアでゲールではルター派の地域に組み込まれた。ゴシック様式の聖クリストフォルス教会は14世紀にエッフェルンのサガンで建設された。内陣は1822年に拡張された。斎藤の三重のボンネット型屋根は1740年に建設された。 ゲールでの町議会は13議席からなる。連邦道 B214 号線が町内を南西から北東に通っている。町内の見どころの大部分は観光街道をアルトラントイコールルートで結ばれている。ゲールでからベルゼンブリュックへのオスナブリュック交通会社のバス路線がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。